12月16日ですね。これ何か分かりますか？これね、長芋なんですよ。長芋をね、家で栽培できるようにね、あとペットボトルをつないでね、長細い植木鉢をね作ったんですよ。これをちょっとね、もう冬になって枯れてしまったんでね、ちょっと掘ってみようかなと思います。ではですね、ハサミでですね、こういうところをね、切っていきますよ。全部ね、切りましたよ。で、これをね、ペットボトルをね、こう、支柱を取って、ペットボトルをね、分解していきます。こういう感じ。どうでしょう。もう一回、これもうね、取れないんですよ。それで、ハサミでね、このペットボトルを切り裂きます。掘り上げました。これが長芋みたいですね。割と長いけど、あんまり食べるとこないな。2個できてましたね。2個できてましたね。食べるのはね、ここ。この下の部分をね、食べるといいです。で、上の部分はね、またね、植えとくとね、また、出てくると思います。以上です。はい、洗うとね、こんな感じになりました。植木鉢の上に、あれ、重厚鉢の植木鉢ですね。その上にペットボトルを3つね、こう、3つ立って、
こう連ねて、土を入れた鉢に植えるとこれぐらいのものができましたと、そういうことです。